こんにちは、千葉です。今回はこれさえ知っておけばピボットテーブルの機能の9割を理解したと言っても過言ではないピボットテーブルの基本ルールについて解説します <music> まずはじめに ピボットテーブルは〇〇する機能です。といったときに、この〇〇に埋まる文字は何かわかるでしょうか漢字2文字が入るんですけれども、おそらくピボットテーブルをちょっとかじったことがあるとか、勉強したことがあるという人は、なんとなくここを埋めることできると思います。では答えを言ってしまうと、はい。 ピボットテーブルは集計する機能です。もちろんピボットテーブルは集計する以外にもいろいろできることはあるんですが、まず一番基本となる機能は何ですかと言ったら、この集計する機能ということになりますね。では今度は、集計って何ですか っていうと、改めて言われると、んってなる人がいると思います。なんとなく計算するのと同じような意味合いかな、みたいな感じになるかもしれないんですけども、まずこの集計というのが何をどうすることができる機能なんですっていうのを明確にイメージできないと、ピボットテーブルの機能も正しく理解することができないっていうことになってしまいます。そこでまずは、集計というのが何をどうすることができることなのかっていうのを最初に説明したいと思います。 ここに7個の数値がこのように並んでいます。この7個の数値の値を集計したいって言ったときに、じゃあどういうことをするのかっていうと、まずは、このように集めるんですね。集めて一塊にします。で、この一塊にしたやつをまとめて測るんですね。集めてから測ると。これがつまり、集計でやっていることですね。集めて測る。文字通りですね。 そしてこの集めて測った結果何が得られるのかっていうと合計したら28ですっていう一つの値が得られるんですね集計方法で一番多いパターンがこの合計ですので全ての値を集めて測ると合計は28ですっていうことにしてますけれども集計の方法は別に合計だけではなくて全部の値の個数はいくつですっていう 数を数えるっていうのも集計の方法の一つです。いずれにしろ、集めて測った結果、一つの値を得ることができるっていうのが、すなわち集計ですね。ピボットテーブルの一番基本的な機能は集計する機能ですっていうふうに最初言ったんですけれども、ピボットテーブルで集計するっていうのはじゃあどういうことかっていうのを簡単な例で見てみたいと思います。ここに赤の列と、 青の列と黄色の列っていうこの3列の表があります。赤の列は a, b, c っていう値がランダムに並んでいて、青の列はあ、い、うっていう文字がランダムに並んでいて、黄色の列には数値がこのようにランダムに並んでます。では、この表をピボットテーブルで集計します。集計するときにはまず、どの列を集計するのかっていうのを決める必要がありますので、今回は黄色の列を集計します。集計するっていうのは先ほども言いましたが、 集めて、測って、一つの値を得るっていうことですから、つまり、こうなんですね。黄色の列の値を集計することによって、合計は1000ですっていう一つの値を得ることができます。ピボットテーブルの一番基本の機能はこれなんですね。では実際のエクセルのシート上に赤の列、青の列、黄色の列っていうテーブルを用意しました。こちらのテーブルをピボットテーブルで 黄色の列を集計したいと思います。今こちらのデータはテーブル1という名前のテーブルに設定されてますので、テーブルデザインのタブのピボットテーブルで集計のボタンを押します。ピボットテーブルで集計する対象はセル範囲ではなくて、今回はテーブル1という名前のテーブル名になってますね。そしてピボットテーブルを作る場所は既存のワークシートのここに E2 にセせるを起点にして作ります。OK を押すと、このようにピボットテーブルの元が作られます。では、こちらのスライドと同じく、黄色の列の値をピボットテーブルで集計しますっていうのはどういうことかっていうと、こちらのフィールドリストの中から、黄色の列を値のボックスに持ってくるってことですね。黄色の列をドラッグして値のボックスに持ってくると、この黄色の列が集計されて一つの値になっているんですけれども、つまりこれは、 こういう状態ですね。値のボックスに黄色の列を配置しました。それによって合計は1000ですっていう一つの値が集計されているわけですね。ピボットテーブルはここを起点にして、あとはこの合計の1000っていう集計された一つの値を細かく分類していくんですね。 では、この合計の線っていう集計した値を赤の列の値で分類します。赤の列の値っていうのは a, b, c っていう値がバーッと並んでるんですね。なので、この黄色の列の値を集計した線っていう一つの値は、このように a の列の値の a, b, c で分類することになります。その結果、この線っていう一つの集計した値が、 三つに分かれますね。赤の列の値が A のみを合計した値、B のみを合計した値、C のみを合計した値というふうに、もともと、このように一つだった集計値が三つに分類されることになります。実際のピボットテーブルでこの操作をやってみると、今、値に黄色の列、フィールドですね、これ。フィールドを持ってきて一つの集計値が得られてるんですけども、これを赤の列の値で 縦に分けます。ですので、用のボックスに赤の列、フィールドをドラッグして持ってきます。そうすると、赤の列の値 A、B、C ですから、この3つの値ごとに、1つだった集計値が分割されるんですね。もともとはこれです。これが A の合計、B の合計、C の合計っていうふうに3つに分かれます。つまりこれは、 こういうことですね。値としては黄色の列が一つに集計されましたけども、その集計値を、両項目を赤の列でピボットテーブル上指定することで、黄色の合計した一つの値が赤の列の値で縦にこうやって分割されるんですね。じゃあ今度は、さらに青の列の値で集計値を分割します。青の列の値っていうのは、あ、E、U が並んでるので、今、a、b、c ごとに 黄色の合計がもうすでに分けられてるんですけども、さらにこれを、あ、いうごとに、このように分けちゃうんですね。つまりこれは、ピボットテーブル上だと、こういうことになりますね。集計する値は黄色の列。行項目で分けるのは赤の列。で、今、青で分けたのは列ですね。実際にピボットテーブルで今の操作やってみると、青の列。 フィールドを列のボックスにドラッグして持ってきます。そうすると、このように青の列の値、あ、い、うごとに、abc で分けた集計値が、このように分割されてきますね。横に分かれてきます。もともと、値のボックスに黄色の列を配置しただけですと、黄色の列の値を集計して一つの値になってたんですが、行のボックスに赤の列を持ってくると、一つだった合計の値が3つに、 縦に分かれて、列のボックスに青の列を持ってくると、青の列の値で横に分割される。というふうに、ピボットテーブルでこのような設定を行うことによって、最終的にはこういうマトリックス表ができるわけですね。なので、あくまでスタートはこれですね。これをどうやって分割していくのか。両項目に赤の列を配置することによって、縦に分ける。列項目に青の列を配置することによって、さらにそれを 横で分ける。という感じで、ピボットテーブルの一番基本となる集計して一つの値を得る。で、その一つになった値をさらにまた分類していくっていうのが、ピボットテーブルのルールになってきます。この行列値を実際のピボットテーブルでも色分けしてみると、こういうことになりますね。黄色に集計した値を、行項目は赤の値で分ける。列項目は青の値で分ける。 ピボットテーブルで表を作る場合のルールは先ほどの通りです。あとはそのルールに沿ってどういう分け方にしていくかっていうのをどんどん追加していくだけですね。ではここにテーブル2という名前のテーブルを用意しました。まあ、先ほどと似てますが列が増えてますね。値の列が黄色っていうのは同じなんですけれども赤から紫までもうちょっと項目の列を増やしています。このテーブルを元にピボットテーブルをすでに作成しているんですが、ではまずは 一番基本となる集計列は先ほどと同じく黄色の列を集計します。なので黄色のフィールドを値のボックスにドラッグします。そうすると黄色の列の値を合計した1000っていう一つの値が得られます。この一つの値をどんどん分けていくわけですね。赤の列の値でこの合計の一つの値を縦に分割していきます。赤のフィールドを行のボックスに持ってきてこのように 分かれました。今度は赤の列の値は A、B の2文字だけですね。なので2つに分かれました。で、さらにこの A と B に分かれた2つの値を緑の列の α、β っていう値でまた分けてきます。緑のフィールドを行項目に追加します。そうすると先ほど A と B って2つに分かれていた値がさらに A と B の中で α と ベータで二つに分かれると。合計四つに分かれますね。このように分ける項目をどんどん追加することもできますし、これは列項目。横に分ける項目数も同じです。まずは青のフィールドを列のボックスに持ってきます。そうすると、青の列の値は今度はあ、いっていう二つの文字ですので、あといで横に。 分割されます。さらに紫の列を列項目に追加します。紫のフィールド列のボックスに、このようにドラッグして追加すると、あといっていう二分割された上で、さらにその中で、丸1と丸2で二分割されます。という感じで、集計した一つの値を縦に赤の列の値で分けた後に、さらに緑の列の値で分ける。青の列の値で分けた後に、 さらに紫の列の値で分けるっていうふうに段階的に分けていくっていうこともできますね。ちなみにこの分け方の順番は行ボックスや列ボックスのこの並びに対応してます。今は行ボックスの中で赤と緑って順番になってるので赤で分けた後に緑で分けるっていう順番になってますけれども赤と緑をドラッグしてこのようにひっくり返すと緑の列のアルファベータで分けた上で さらに、この α と β の中で赤の列の値の a と b で分ける。っていう風に順番をひっくり返すこともできますね。戻したければもう一度トラックすればこのように戻ります。これもピボットテーブルで設定したフィールドの構成を色分けしてみると、こうなりますね。黄色の列の値を集計して一つの値を求めました。これを行項目では赤で分けた上で緑で分ける。列項目は青で分けた上で紫で分ける。というような、まあ、つまりこういう構成になってますね。 さっきまでは集計する値の列が黄色の列だけだったんですけども、では集計したい列がこのように2列だった場合どうなるか。黄色の列と緑の列っていう風に値の列が2列あるんですね。なので一つのピボットテーブルでこの2つの列の値を同時に集計したい。そういった場合にはフィールドリストから値のボックスに 集計したい列の値を両方ともドラッグして持ってきます。では、黄色のフィールドを値に持ってきて、これはさっきと同じですね。黄色の列の値を集めて、一つの値に集計しました。では、同様に緑のフィールドも値のボックスにドラッグします。そうすると、緑の列の値も集計しますので、一つの値になりました。このように複数のフィールドを値のボックスにドラッグして持ってくると、 それぞれの列の値を集計して、それぞれで一つの値が得られるわけですね。あとは先ほどまで解説したピボットテーブルの基本ルールと同じですね。これをどのように分けていくかだけです。両のボックスに赤のフィールドをドラッグすれば、赤の列の値は今回 ABC っていう3文字ですので、黄色の集計値が縦に 三つに分かれる。同様に緑の集計値も縦に三つに分かれる。さらに青のフィールドを列に持ってくると、縦に三分割されていた値が、さらに横に三分割されますね。今回青の列の値はあいうの三文字ですので、横にこのように三分割されるってことになります。ここで気をつけないといけないのは、合計の黄色を集計した値も、緑を集計した値も、 両方とも同じ赤の値で縦に分割される。同じ青の値で横に分割されるっていうことですね。黄色の列の集計値は赤の列の値で分割して、緑の列の集計値は青の列の値で分割するっていうふうに、こっちの集計値はこの列で分割して、こっちの集計値はこの列で分割するみたいなことはできません。一つの値に集計した各フィールドの値は、 両項目と列項目に設定したフィールドの値で両方同じ基準で分割されます。ここはピボットテーブルの機能を割と吐き違えている人が多いんですね。ピボットテーブルで集計した値をこっちは四半期で分割して、 こっちは月で分割するみたいに行項目とか列項目のこの分割の基準をそれぞれ別々に設定した表をピボットテーブルで作ろうとしている人が結構多いんですね。ですが、そんな表はピボットテーブルでは作れないです。なぜなら先ほどまで言ってきたようなピボットテーブルのルールに反してますよね。集計することによって得られるそれぞれ一つの値っていうのは行項目、列項目、それぞれの項目で同じ基準で分割されてきますから、月で分けるんだったら 両方月で分かれますし、半期で分けるんだったら両方四半期で分かれる。そういう表しかピボットテーブルは作れません。ここまでピボットテーブルの基本ルールについて紹介してきたんですけれども、実はピボットテーブルのデザインを解説用にある程度変更しています。現在の Excel のデフォルトの設定でピボットテーブルを作ると、 こういう表にはならないんですね。じゃあ実際デフォルトの設定でピボットテーブルを作ってみるとどうなるかっていうと、まず黄色の列の値を集計したいので、 黄色のフィールドを値に持ってきます。ここまで同じですね。そして行のボックスに赤のフィールドをドラッグして持ってくると赤の列の値は ab っていう2つの文字ですので黄色の列を集計して求めた1つの値が縦に2つにこのように分かれるんですけれども一番下に総計が出てきますね。ピボットテーブルのデフォルトの設定だとこのように総計の値が 自動的に計算されます。これは縦の合計でもそうですし、では青のフィールドを列のボックスにドラッグすると、青の列っていうのはアとイっていう2文字ですので、先ほど縦に分割された値がさらに横にアとイの2文字で分割されますね。これもやっぱり一番右に青の列の値アとイですから、それを2つ合計した総計の列が出てきます。そしてこの一番右下の値が黄色の列を集計した 一つの値ですね。これが縦に分割されて横に分割されてるっていうような感じの表になります。この総計に関しては特に設定とかいじらなければ自動的に出てきます。さらに行のボックスに緑のフィールドをもう一個追加するとこのように A の下にアルファベータ、B の下にアルファベータっていう感じになりますね。これはビボットテーブルのレポートのレイアウトがコンパクト形式。 っていうのになってるからですね。デフォルトの設定だと、コンパクト形式っていうレイアウトになってますので、こういう感じになります。ですが、表の意味合いとしては、さっきまで説明してた内容と同じですね。行のボックスには赤の列と緑の列っていう順番でフィールドが配置されてますので、赤の列で分けた上で、緑の列で分けるっていう2段階で縦に分割されてるっていう意味では全く同じで、見た目がちょっと変わってるだけですね。同様に紫の列。 丸1丸2ですね。紫のフィールドを列項目の青の下に持ってくると、このように、あの中で丸1丸2、いの中で丸1丸2っていう風に横に2段階で分割されますけども、あの値を合計した値っていうのがここに追加されてますし、いの値を合計した値っていうのはここに追加されてますね。すなわちこれは、青の列、青の列ですね。青の列の値の小形値がこのように途中途中に 挟まってくる。こういう象形に関しても自動的にデフォルトの設定だと追加されます。このようにピボットテーブルのデフォルトの設定ですとちょっと見た目が変わってしまうので戸惑うかもしれないんですけどもやってることはさっき解説したピボットテーブルの基本ルールと全く同じですね。一つに集計した値を縦に分ける、横に分けるっていう意味では完全にさっきとやってることは同じです。 はい。いかがだったでしょうか今回は、ピボットテーブルの一番基本となるルールについて解説しました。ピボットテーブルは、マウス操作だけで、こういったマトリックス表を作ることができるっていうすごい便利な機能なので、なんとなくガチャガチャ操作しても、いつの間にか狙った表ができましたっていう状態になったりすることが多いんですけども、この基本ルールを理解した上で、ピボットテーブルを使うと、自分が作りたい表が、そもそもピボットテーブルで作れるのか作れないのかっていうのが、 もう最初に判断することができますので、どう頑張っても作りたい表がピボットテーブルで作れないな、みたいな時間の無駄なくなるんですね。ピボットテーブルの基本ルールに反した表を何とか頑張って作ろうとしてる人って意外に多くて、でそれって完全に時間の無駄なんですよね。 今回解説したこちらの基本ルールを知っていれば、このルールに則っ,った表であれば、もうマウス操作だけで簡単に作ることができますので、Excel を使ったデータの集計作業っていうのがすごく効率化されると思います。ぜひ今回解説したルールをきちんと認識した上でピボットテーブルは今後使ってみてください。これ今回の動画で解説する内容は終了です。こちらの動画が役に立った、ためになったという方は、ぜひチャンネル登録、 チャンネル登録、横のベルマーク、高評価、コメントお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。 ここからはお知らせです。Excel と ChatGPT を組み合わせた使い方を解説する書籍が出版されてますので、こちらをご紹介したいと思います。なんで私がこの本を紹介しているかっていうと、こちらのチャンネルで投稿している動画の一部が使われているので、それもあってこうやって紹介しています。こちらの書籍は Kindle Unlimited で出版されてますので、Unlimited 会員の方は無料で読むことができますので、ご興味あったらぜひ、 読んでみてください。内容に関しては、Excel×ChatGPT って書いてますけれども、どちらかというと ChatGPT をまだ使ったことがない人向けに ChatGPT をじゃあどうやって使い始めるんですかっていうところが主に書いてある書籍になります。図をいっぱい使った内容になってますので、読み物としてというよりかは図を見ながら自分でパソコンを実際に操作してみる。 みたいな使い方をするといいんじゃないかなと思います。チャット GPT っていうと、最近ニュースでも名前が普通に出てきたりするので、名前自体は知っている人がかなりの割合いると思うんですけども、実際にじゃあチャット GPT を自分で使ったことがありますっていう人は、 割合的に実は結構少ないってデータが出てたりするんですね。これまでチャット GPT っていう名前は聞いてたけども実際に使ったことないなっていうような人はこちらの書籍を参考にしながら使い始めてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ちなみにこちらの書籍ですがチャット GPT を無料会員として使う方法について解説されています。今ですとチャット GPT プラスっていう有料会員になると何百個もあるプラグインを使って Web の最新データを反映した 回答もらったりとか、チャット GPT で旅行のプラン立てて宿の予約までしてもらったりとかできるようになりますけども、そういったことは今現在ですとサブスク登録した有料会員しかできない機能ですので、そういった有料会員向けの内容についてはこの書籍では解説してはいないです。そういったサービスもありますよっていうところだけ紹介してる感じですね。あくまでチャット GPT を 無料でとりあえず使ってみたいなっていう人向けの内容になってますね。チャット GPT だけでなくて、マイクロソフトの Bing AI とか、Google のバー r d とか、そういったいろんな AI サービスもすでに使ってますっていう人の場合は、 もうすでに知ってますよみたいな内容になると思うんですけども、あくまでそういったものを今まで全然使ったことがなくて、これから始めたいなっていう人に関しては、まあ、主に図で解説しているような本なので、本当にパラーっと見ることができますから、ちょっと時間がある時にさらっと見てみるみたいな感じで見てみるのもいいんじゃないかなと思います。固定コメントにこちらの書籍のリンクを載せておきますので、ご興味ある方はぜひそちらからアクセスしてみてください。では、おまけのお知らせはこちらで終了です。